まおです。はい、今日はですね、投手打つ手のバロネのコツ完全版をお送りしていきたいと思います。かなり昔、まだ YouTube を始めて間もない頃にこのバロネのコツっていう動画一度出させていただいたことあるんですけど、覚えてくださってる方いらっしゃいますでしょうか。その頃からずっと見てくださってる方っていうのは少ないのかなというふうに思うのですが、実はあの動画を出した後も結構頻繁にバロネについて教えてほしいっていうリクエストをいただくことがありまして、もうちょっと詳しく説明したいなというふうに思ってこの動画を作りました。しかし本当はこの動画もっともっと前に撮りたかったんですけども、撮ろうと思ってからかなり長い年月が経ってしまいました。実はですね、このバロネっていう動きは子供の頃からバレエをやってる私にとってはそんなに難しい動きっていう認識はなくて、なんだろう、バロネのために特別なトレーニングをしたっていう思いではなく、なんか自然にできるようになっちゃってたっていうような動きなんですよね。ただやっぱり大人から習い始めた方にとってはこのバロネっていう動きすごく難しいみたいで、私はここに関して結構疑問に思って、なんで子供から習ってた人はできて大人から習い始めた方はできないんだろうっていう風に思って長い間実行していました。で、やったやっとなんとなくこれかなって思うものが出てきたので、今日この動画を撮影するに至りました。今日はそこについてもフォーカスを当てつつ、改めてバロネのコツについてお話をしていきたいと思います。以前の動画と重複するところもあるとは思いますが、より細かく説明していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、それでは投手打つを履いて実際にバロネのコツを説明していく前に、私が長年このバロネについて考えてきて、まずこの動きができないようでは投手打つでのバロネは難しいんじゃないかっていうものがあったので、そのお話をさせてください。その動きっていうのがセンターでのルルベを使ったフォンジュになります。皆さんこれやったことありますか？このバロネの動きって実はね、このフォンジュとすごくよく似ているんですよね。だけど難易度は断然フォンジュの方が難しいんですよ。だからバレーシューズでバロネできるのにトーシューズでできないっていう方は、まずこのルルベを使ったフォンジュから練習するといいんじゃないかなって思います。私の中の難易度的にはバレーシューズでのバロネ、バレーシューズでのルルベを使ったフォンジュ、トーシューズでのバロネって感じ。私は子供の頃からバレエを習っている方が割とすんなり簡単にバロネができるようになるのに対し、大人からの方はなかなかできないっていうのの理由の一つとして、このルルベを使ったフォンジュを長年やっているかどうかなのかなっていうふうに思いました。もちろんね、レッスンで出てくるって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構そもそもこのバーレッスンでもそうなんですけど、このルルベを使ったフォンジュって割と難しいので、子供の頃からねやってるとだんだんこうレベルが上がるにつれて、フォンジュとか、まあ、フラッペとかもそうなんですけど、ルルベでやるようになるんですけど、まあ、大人クラスって、まあ、もちろんね、いろいろレベルが分かれてるクラスもあると思うんですが、そんなにレベル分けされてない場合は普通にこのアテールの状態でフォンジュを済ませちゃうっていうところが多いんじゃないかなって思いました。だけどもういろいろ研究した結果、投手打つでのバロネの筋肉の使い方とバレー手術でのこのルルベのフォンジュの筋肉の使い方はすごく似てるなと思ったので、まずはこれからやってみるべきかなと思います。そしてもう一つね、トーシューズ履く前にお伝えしたいバロネのコツについてなんですけど、これまでワークショップとか、まあ、SNS とかでもそうなんですけど、バロネが苦手っておっしゃられてる方の軸足の使い方をよく拝見させていただいたところ、多くの方がこのね MP 関節って言われるこのここの部分がうまく使えてないなっていう風に思いました。結構バロネのこの動きって私の中では、これ床だとしたらこの MP の押し加減でこの立ち具合が決まるって思っていて、苦手だと感じられている方はこれがねうまくできてないなっていう風に思ったんですね。そこで今回トレーニング法を考えてきました。今回ヨガブロック使うんですけど、普通に階段とかで全然大丈夫です。ではこのヨガブロックに軸足となる足をこの土踏まずのところぐらいまでこういう風にこう乗せて、でこういう風に片足で立ってください。ちゃんと危ないからなんか持った方がいい、手すりとかね。はい、そしたらこのままこっからグッと上がります。ルルベに上がります。この練習をしてください。あのこのアテールの状態の時、なるべくこうかかとを下ろしてください。こ
MP を感じて MP を押しながらグッと上がってきます。それでは今からトーシューズ履くんですけど、今のこの押すっていうことがすごくバロネには重要になってくるなって私は思いました。はい、それではトーシューズに履き替えてきたので、ここからはバロネのコツをポイントごとに分けてお話ししていこうと思います。まずポイント一つ目は、さっきも言いましたが、床を MP 関節で押すです。先ほどのお話の続きにはなるのですが、バロネってね、こういう動きなんですけど、これ私はもうほとんどこの MP 関節のこの部分ですね、この動く部分、ここにテンションをかけて、ここでめっちゃ床を押して立ってます。もう一つ言うと、このプリエの状態の時にもうすでに重心はこの MP に乗ってます。結構バロネ苦手っておっしゃられてる方に多いのが、プリエの時にかかとに重心が来てしまってるっていう現象なんですよ。なんか見た感じ、かかとに重心が来すぎて、この先の部分何も使えてないみたいな感じかな。じゃなくて、私はプリエの状態の時にかかとを浮かせてくださいって言われたら、もうなんなら浮かせれるくらいのところまでもう MP の方に重心を持っていってます。もしかかとに重心が来てしまっていた場合、大げさに言うとここからここまで動かさなきゃいけないんですけど、 MP にもうすでに重心が乗っているとこれだけの動作で進むんですよ。そのためにあのヨガブロックに乗ってっていう動きがいいんですけど、さっきね、あのバレーシューズでルルベを使ったポンジやってくださいって言ったんですけど、トーシューズでやってみるのも全然いいと思います。続いてポイント2つ目が、軸足と胴足のコーディネーションを正しく使うんです。このコーディネーションを覚えるためにも、さっき言ったポンジはとってもいいのかなって思うんですけど、バロネってこの軸足ばっかりにとらわれがちではあるのですが、実はこの胴足もすごく重要です。私も本当に正しくできてるのかっていうのはごめんなさい、わかんないんですけど、ただちょっと私のこのバロネのコーディネーション見てください。こんな感じ。ちょっと床がまっすぐじゃないのでやりにくいんですけど、見ていただいて分かる通り、両足の膝が伸びるタイミングが同時なんですよ。こっちの膝とこっちの膝が伸びるタイミング一緒なの分かる？ほら、これがずれるとほら、いきなり立てなくなるの。このコーディネーションを意識して片足ずつ考えるのではなく、両足一気に考えるとちょっとやりやすくなるんじゃないかなと思います。続いて3つ目が、プレーの時に体を落とさないっていうことなんですけど、これは前の動画でもお伝えしたのかなって思うんですが、ちょっと補足を兼ねてもう一度お話しさせてください。バロネが苦手な方にありがちな動きとして、このプレーの時にもう全てがこう落ちてしまってる状態、特に上半身がベロローンってこう抜けてしまっている方がすごく多いなって思います。私は何の動きでも上半身は少し先取り気味で動かそうっていう風に思っていて、例えばこのバロネの場合もプリエから立つ瞬間ですね、まだ足はプリエの状態の時にもうすでに体はこう先に動かし始めてるみたいな感じ。立つ時って体こう引き上げなきゃ立てないと思うんですけど、ウエストから上だけはもう先にその状態にこう準備してるような感じ、立つ前に、でその後に足がついてくるって感じ。だからやりがちなのが、こういう状態になっててこのままこう立とうとするからだから立てないんですけど、じゃなくてこの時にもう引き上げとくの体は。そしたらここからここよりもこの状態からここの方が距離が短くて立ちやすいんですよね。だからイメージとしては頭の高さを変えないっていうイメージぐらいでもういいかもしれない。これだけでもだいぶ変わると思います。それではラストポイント4つ目は、この胴足の付け根はしっかりホールドさせておくということです。これはエスメのこのバロネをやってる時に思ったことなんですけど、多分この付け根だけじゃなくて骨盤全体をホールドしておくって考えてもいいのかなって思うんですけど、私は特にこの胴足の方をこうやって離れたりとかこう引っ込んだりとかそういう風にならないように、ここにまあ手を当ててね、こうやってやってもいいと思うんだけど、常にここをもう全く動かさないように、言い方合ってるか分かんないですけど止
めてるなって思いました。特にこうエスメみたいにこう90度以上とかに足をこう上げる場合はここね、どうせ止めとかなきゃもう上がらないのであれなんですけど、45度の場合ってそんなにさ、あの普通にこう上げてる時にここのこと考えなくてもできるじゃないですか。だからこそ、まあ、皆さん45度からバロネ練習し始めると思うので、ここのことを少し重点的に考えるとこれもまたすごくやりやすくなると思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もちろんね、この動画を見て明日すぐにできるようになるとかっていうわけではないとは思うんですけど、コツコツやっていれば必ずできるようになりますので諦めずに頑張ってください。もしね、他にもお悩みがありましたらぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。このマオチカチャンネルは年内チャンネル登録者様数4万人突破を目標に頑張っています。あと900人ぐらいのところまで来ていますので、もしまだの方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。